孫悟飯、貴様が相手とはな。あれがご飯か、あのおとなしいご飯か。あのガキ、どうやってあれほどの巨大な戦闘力を。そんなバカな。孫悟空の言ったこともまんざらはったりばかりではなかったらしい。だがこの私に勝てるというのはいささか言い過ぎだったようだな。殺してやる。僕が行けば、はった、くたばれ、生意気なガキだ。なるほど、本当にハッタリではないようだな。僕は戦いたくないのに。まさかこの私に勝つつもりか。なるほど、少しは本気を出してやるか。やっぱり無駄だよ。こいつは驚いた。ことのほかタフじゃないか。もうやめようよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどいやつでも。何を言い出すかと思えば、貴様にはこの私を殺すことはできん。僕は昔から怒りでカッとなると、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だからきっとお父さんはそいつを計算してセルを倒せるのは僕だけだって言ったんだ。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。それどころか私はどうしても貴様を怒らせたくなった。さあどうした、痛いだろう、怒れ、嫌だろう、このまま死ぬのは。そう、俺はご飯に加勢するぞ。待てピッコロ、ご飯が怒るのを待つんだ。セルを倒すには怒りで真の力を解放したご飯に期待するしかねえんだ。ソン、貴様は間違っている。ご飯は貴様のように戦いは好きじゃないんだ。今ご飯が何を思っているかわかるか。怒りなんかじゃない。なぜお父さんは僕が死にそうなのに助けてくれないんだろうと。忘れるな、実力はナンバーワンになってもあいつはまだ子供だ。あ、クリリン、オラに先祖クリ。おう。50のやつだ。どうやら自分の痛みだけでは怒りが湧いてこんらしいな。ではお前の仲間たちに相談してみることにするか。な、何をするつもりだ。何でもするさ、貴様が怒って真の力とやらを発揮するならな。お前たちを巻き込んですまない。俺はセルと共に自爆する。いくら貴様でもこれだけ密着していれば粉々になる。けダー
なぜ爆発しない。16号、自爆はできない。カプセルコーポレーションでお前を修理してた時、博士がお前の体にとんでもねえ爆弾が隠されてるのを発見してさ、物騒だったんで取り除いたって言ってた。残念だったな、16号。今度は貴様たちの番だ。なんだ、あれは。さあ行け、セル・ジュニアたちよ。孫悟空たちを痛めつけてやれ。気をつけろ。恐ろしく強えぞ、こいつら。もたもたしてっと、やべえぞ。やるしかねえ。クリリンさんたちが危ない。このままじゃみんなやられる。なんとかしねえと。クリリンたちか。バカ野郎、他人の心配をしてる暇なんかないぞ。父さん、このままでは。くだらんことを言ってないで戦え。よし、セル・ジュニアたち、お遊びはそこまでだ。やれ、殺してしまえ。みんな殺されてしまう。本当に僕にすごい力が隠されているのなら、その力を出したい。だけど、どう起こったらその力が出せるのかわからないんだ。どうなってるんだ。さすがにこれは やばい。今のうちに引き上げよう。待て。引き上げる前に俺をあの子供のところに持って行ってくれ。頼む。地球のためだ。冗談じゃない。あの子供のすぐそばにはセルがいるんだぞ。お前も少しは役に立ちたいだろう。格闘技の世界チャンピオンらしいから。ミスターサタンは人間のチャンピオンなんだ。お前たち化け物どもの戦いには、もう付き合えん。よし、やってやる。ミスターサタン、やめた方がいい。殺されますぞ。やかましい。
名前も知らない奴らが戦っているんだ。チャンピオンがこのまま逃げたんじゃ、いい笑いもんだぜ。近くまで持っていけばいいだけだろう。ああ、すまん。やっぱし、ちょっと怖い。近くまで行ったら放り投げてくれればいい。あ、そう?行くぞ。